前衛地が残した敵の座標はこの先を示しているわ。辺り一面真っ白だな。記憶の中で見た東京みたいだ。うん、似てるね。赤い竜が落ちた後のあの景色に。白いポットだっけ？それがママの地球でのお洋服？そうね。でも中身は変わらずあなたたちのママよ。あの大きな建物、なんだろう。天英地が残した座標のあたりね。調べてみましょう。こんにちは、巣箱対空システムです。まずい、引け。プロトコルに従い、巣箱に接近する飛翔体を撃墜します。建物の影へ。対空システムが働いているようだ。あの中央のドーム、巣箱とやらを厳重に守っているらしい。中央のドームに侵入する前に対空システムを止めましょう。システムの索敵範囲内をスキャン開始。ルートはママに任せてちょうだい。どうして地球が刑事のような姿になっているのでしょう。きっと逆よ。地球がこんな姿になったから刑事もそれに合わせて変化したの。刑事はもともと地球の環境を再現していたわ。その性質による影響だったようね。地球元に戻してあげよう。天一さんもきっとそう言うよね。そうね、ありがとう。あの塔の頂上にある砲台、先ほどの対空システムですね。こっちには気がついていないみたい。下からなら近づけそうね。調べてみましょう。行きましょう。対空システムの真下に来たわ。灯台も特だし、ここなら狙われないみたいね。このアンテナ、私が旅をしていた時に見たことがある。でもこれ、
何のためのものかしら。わからない。でもここから都市のネットワークにアクセスできるかも。もしかすると対空システムを止められるかもしれないわね。やってみましょう。これは量子サーバーに残された記憶。遠い遠い昔の話。二人は量子サーバーの管理人。名前はない。彼と彼女、そう呼ばれた。その役目はただ眺めること。その役目はただ耳に入れること。この地で繰り返される人類の歴史、器の物語を。二人はそこに残されていた記憶を観測する。それは科学を発展させ文化を築き上げてきた頃の人類の歴史。そこに残るのは崩壊した都市の記憶。疫病や暴動に苦しむ人々。かつての映画は見る影もない。知らない人でもかわいそうだよ。それにいつかはお友達になれるかもしれないから。
彼と彼女が見たのは絶滅への歩み。彼女は憂い、そして尋ねた。人類を救う手立てはないのかと。彼は返す。私たちの使命は人類の行く末を観測することのみだと。焼けた死体、崩れた文明の面影、凄惨な光景を見て彼女はつぶやく。いや、と彼は首を振る。彼は信じていた、人類の復活を。彼は信じていた、人類が持つ運命を乗り越える力を。それが量子サーバーの管理人である私たちの願いであるべきと。ごめんなさい。一気停止したことで対空システムの索敵パターンが変わったみたい。この道なら安全なはずよ。急ぎましょう。お友達だったんだよね。ちょっと私と怪物さんみたいだったと思わない？お友達。
物さんと一緒に遊びたいのにな。建物の間に網のようなものが張っている。一体何かしら。ここを通るのはちょいと危険そうだね。ここから先への通行にはゲートのロック解除が必要です。お手数ですがよろしくお願いいたします。もしかしてあれにアクセスすれば解除できるかしら。網の上開いてるぞ。乗り越えられるんじゃないのか。いや、それは危険だよ。高度を上げれば対空装置が僕らを狙うはずだ。確かに格好の的か。全く面倒だ。きっとこれがゲートのロックを解除するための装置ね。何が起きるかわからないわ。みんな気を引き締めてね。ええ、ここは私に任せて。こういうのは得意分野なの。敵のデータの中に。この世界は私たちだけのもの。あなた、共に乗り越えましょう。まあ、立ち止まっている暇はない。
が一段階解除されました。おいおい、もう一つ現れたぞ。ステルス機能が外れたんだわ。こっちも解除してみましょう。私たちの国にこんな化け物はいない。この化け物もといウイルスはここで製造され、あなたたちの世界へ続々と送り込まれます。どうして？あなたたちの世界を破壊するためです。そんなことさせねえよ。そのために今戦ってるんだろ。そうね、ユディル。私たちの世界を奪わせたりなんてしない。先へ進めるわ。ここからなら対空システムに近づけそうね。急ぎましょう。ちょっとかわいいね。気をつけてね。
きっとあれが地球をこんな風に変えてしまったのよ。二つ目の対空システムよ。おかしいわ。機械生命体たち全滅してるわね。なんだかかわいそう。でもどうして機械生命体が。このアンテナを調べたらわかるかも。都市の漁師サーバーに迷い込んだ赤色に身を包んだ少女。初めてたどり着いたその道を少女は一人おぼつかない様子で進む。赤い少女、その正体は機械生命体のネットワークが人の姿を取った存在。少女は傷ついていた。また思い詰めているようにも見えた。赤い少女はすがるような動きで朽ちたアンテナを直す。そして残された記憶に臨んだ。それはかつて機械生命体が地球の侵略を進めていた頃の記憶。赤い少女は機械生命体を統率し、目的を果たすために手を尽くした。人類が築き上げた文明の残り画を機械生命体たちは破壊する。機械生命体と対峙するのは人類が残したアンドロイドたち。命なき人形たちは何度壊れても機械生命体に戦いを挑んだ。ただ地球を守るために。
土をなめる無数の人形。機械生命体の勝利は目前。そのはずだった。だが、少女は後悔していた。自らの失敗を、そして自らのおごりを。繰り返し続けた戦争、その結果は痛み分けだった。アンドロイド、機械生命体、そのどちらもが滅びようとしていたのだ。少女はわずかに残る機械生命体のデータをその身に取り込みながら進む。彼らの痛みを、苦しみを一身に引き受けるために。完全に現れたのは彼女。人類が生み出した量子サーバーの管理者だった。赤い少女と彼女、それは対立する存在。しかし、救いと許しを求めて少女は彼女へと手を伸ばす。赤い少女は消えた。自らの存在が失われたことさえ気がつかないまま。やがて彼女は赤い少女の力を用いて都市の姿を変えていく。その形は、機械生命体の創造主である生命体の、その母性の姿だった。
ということは、地球をこんな姿にしたのは機械生命体じゃなくてあなたなの。ご明察、そうする必要があったからね。対空システムが電気停止したため巣箱を緊急ロックいたしました。ご不便をおかけしますが、どうぞよろしくお願いします。いよいよね。とにかく巣箱の入り口へ向かいましょう。彼女は人類が量子サーバーの中に作った存在なのに、どうして地球やケージに攻撃を。私たちの世界を歪めていたのは彼女。奴のせいで私は正気を失って。彼女の事情はどうあれ、私は妹と暮らした町を大切にしたいわ。そうね、帰るべき場所を守りましょう。みんな力を貸してね。あの赤い女の子、一人ぼっちでかわいそうだった。あいつはみんなの敵だ。気持ちはみんな一緒だと思うんだ。私たちの世界を模しているのね。ええ、そしてあの敵は私の父を模しているようです。その通り、ここではケージへ送るウイルスの性能をテストしています。戦争を引き起こした棒、私たちの世界を壊すにはうってつけね。王子、
丈夫。共に戦おう。あまり無理はしないで。ここは私が道を切り開くから。バトルシミュレーションが開始されました。フィールド ID は FG021002。 モデルは魔法使いたちのクラス学者です。私たちの世界も複製しているのよ。それよりもあの敵は、やめて！しっかり、私もいるわ。ちゃんと向き合うの。帰るのよ。
お疲れ様でした。ゲートのロックが解除されました。通行を許可します。巣箱、でも扉は閉じているみたいね。怪物さん、一緒に頑張ろうね。これは始まりの記憶。人類は絶滅の最中、復活のための保険を残した。人類の歴史を記憶するため、植物を模して作られた量子サーバー。彼はその中で生まれた。残された歴史を観測する、それだけの役割を与えられて。サーバー内に残されていたのは、映画を極めていた頃の人類の姿。彼は進む。自らを生み出した人類について知るために。はびこる疫病や暴動の数々によって、やがて人類は滅びの道をたどった。彼は人類に手を差し伸べようとする。だが残された歴史に干渉することはできなかった。その行為は、見たというよりも取り込んだという方が正しかった。人の痛みと苦しみ、その歴史一つ一つを刻むように。それが彼が人類にできる唯一の行為。やがて彼がたどり着いたのは歴史の終点、すなわち現在だった。彼は不可解なものを目撃する。それはこの地球の未来。サーバーには過去だけではなく、未来の歴史も記憶されていたのだ。
そして彼は思いを募らせた。何か己にできることはないかと。彼は理解した。西暦11945年、アンドロイドと機械生命体の闘争、人類はもういない。だがそれでも彼は先へ進む。さらに遠い未来、地球はその姿を大きく変える。それは奇妙な建築物にも見えた。建築物を抜けた先、彼は眠る彼自身を望む。彼は知った。未来の終着点。さらにその先は、過去であるということを。輪を巡るように、歴史は繰り返されていたのだ。永遠に繰り返される滅びの運命を、ただ観測し続けること。それが、彼の役割。一人で何度も何度も何度も彼の内が虚無の黒に染まるまで。しないようにしてくれたんだ。繰り返される運命、そして終わりのない虚無から抜け出したい。そう望んだ彼はサーバー内部にノイズを加える。そして彼の前に道が現れる。
異なる分岐、異分岐の歴史が。彼は見つけたのだ。たった一つだと思っていた運命に無数の可能性があることを。そして気がついた。異分岐の歴史は人々の選択によって生まれるものだと。彼もまた選択を試みることにした。彼は恐れた。自らの運命を変える選択を。そして永久に続く輪廻の中で再び同じ時が巡ってくる。繰り返される運命、そして終わりのない虚無から抜け出したい。そう望んだ彼はサーバー内部にノイズを加える。そして彼の前に道が現れる。異なる分岐、異分岐の歴史が。彼は見つけたのだ。たった一つだと思っていた運命に無数の可能性があることを。そして気がついた。異分岐の歴史は人々の選択によって生まれるものだと。彼もまた選択を試みることにした。自らの運命を変えるため、彼は可能性を求める。彼の選択が生み出したもの、それは自らの分身だった。彼女、彼はそれをそう呼んだ。そして彼は自らを苛む虚無が消えていくのを感じていた。彼はもう孤独ではなかった。私たちも地球、そして帰る場所を守るために
皆で共に進みましょう。そうね、信じているわ。中には一体何が待っているのかしら。あれ、怪物さんとママ？ここは建物の中なのか。綺麗。おそらく現実とデータ空間の狭間の世界よ。フィオとレバニアが実体化したのもその影響ね。ねえママ、あそこにいるのって。行ってみましょう。怪物さんとの旅もそろそろ終わっちゃうのかな。そうだけど、でもここにいたのね。よく眠っているわ。ずっとこの中に一人ぼっちでいたんだね。確かに彼がいないわね。助けて。寂しい。怪物さん、この子を助けなきゃ。もしかしてこれ、あの子の日記。うっかり見て怒られちゃったんだよね。ねえユズ、ここに落ちてる写真って私たちが小さい頃の。ああ、あの頃みたいに俺たちはまた一緒に。おや、
先の尖ったいいかんざしだね。これの使い道は紙をまとめるだけじゃない、いろいろと便利なんだよ、いろいろとさ。言われなくても捨てるさ。俺にはもう必要ない。
はなかったけど、みんなのことちょっと知れたね。孤独だった彼は、その手で彼女を生み出すことを選択した。量子サーバーの中、記憶の海を、二人は遊ぶようにかけていく。二人の役目は、ここに記憶された人類の歴史を観測すること。始まりもなく、終わりもない、繰り返す歴史を。これまで彼は一人で何度も人類の絶滅を見届けてきた。それは出口のない暗闇、繰り返される虚無の時。しかし二人でならどんな苦行も乗り越えることができた。そして彼は信じた。二人ならば、夢を見ることができると。二人寄り添い過ごす永遠の中で、彼は夢を語る。いつか誰かが絶滅から人類を救う歴史を切り開くだろう。その日を彼女と共に見届けたいのだと。彼女たちは待ち続けた。永遠とも思える長い長い時間を。人類復活の兆し。奇跡の瞬間を。長い時を経て現れたのは、白き髪を揺らす一人の女。自らの運命に翻弄されていた女は、繰り返される歴史で初めてこの量子サーバーに迷い込んだ。女はかつて一人だった。だが、旅の中で仲間と出会い、そして、また失った。女は一度仲間を得て、孤独を知る。だから、仲間の命を救いたかった。そして彼と彼女は理解する。人の復活。その願いは、量子サーバーが、記憶もろとも破壊されて初めて、叶うことを。あいつを取り戻す。
君はこの世界にとって異分子。記憶と記録の相違がエラーを起こす。うるさい！ギタギタに切り刻んでやるよ！やろう！量子サーバーの破壊。それは同時に、二人の死を意味した。女は、この量子サーバーを終わらせる存在。女の選択によって、彼もまだ知らない、新たな歴史が切り開かれた。彼は戦いに敗北した。しかし彼の中に生じた感情は、喜びだった。運命を否定した女の姿に、彼は光を見たのだ。人類救済につながる光を。だが、誤算もあった。彼女だけが、散り散りになりながらも、この世界に取り残されたのだ。彼女は永遠とも思える時間を、無の中で過ごすことになる。そう。今度は一人で。彼と、もう一度会いたい。それであの子は一人でここに。あれ？ここさっきと違う場所？この感じ、おそらくここは彼女の内側、彼女の心の中のような場所ね。一人になって心が空っぽになっちゃったのかな。ねえ、あの子ともお友達になれるかな。教えてちょうだい。どうして人類に作られたあなたが地球や啓示を脅かすの？
と一人で寂しかったよね。私たちと一緒ならきっと寂しくないよ。ねえ、どうして何も喋ってくれないの？いいえ、今のは彼女の本体じゃない。この空間の防衛機構だったみたいね。つまりは心の壁のようなものよ。あの子、私たちとはお友達になりたくないのかな。彼女の心の中で生み出されていたのね。ケイジ、思い出の場所を守らなきゃ。私と怪物さんはね、前にもこうやって一緒にケイジを旅したんだよ。だからね、ケイジは私の大好きな場所なんだ。壊されちゃったら悲しいな。
そうだね。みんながいればきっと大丈夫だよね。うん、僕らの方でも援護する方法を考えるよね、ナルス。ああ、分かってるよ。姿を現せず心苦しいですが、何かあれば私たちが必ず力になりますからね。お疲れ様。とうとうここまで来たんだね。お願いよ、地球やケージを元に戻してちょうだい。そんなことを言いにここまで来たの？すでに分かってるはずだ。私たちはどうせ分かり合えないってこと。待って、みんなを傷つけたりしないで。そんな綺麗事。フィオ、下がって。ねえ、もしかしてあなたはまた友達を作るのが怖いの？知ったふうなことを言うな。永遠の絶望が、繰り返される死が、どういう意味かも知らないくせに。果てのない虚空。彼はもういない。彼女は悠久とも思える時間を一人さまよっていた。壊れた量子サーバーの中、彼女はただ彼に思いを馳せる。何をしても、何を考えても、孤独を癒す術はなかった。やがてたどり着いた絶望の淵。現れたのは赤に身を包んだ少女。彼女は知っていた。少女の正体が人類の敵、機械生命体のネットワークだと。しかし今となっては彼女にとっての敵ではない。赤い少女も孤独に囚われた一人だから、彼女は救済を試みた。しかしそれは叶わない。少女のデータはすでに修復が不可能な状態だった。少女のデータ、感情を背負って彼女は赤に染められていく。それは憎悪の色だった。彼女の赤とは裏腹に世界は真っ白にいてついた。初めからずっと一人だったなら、彼女も赤い少女も白髪の女も悲しむ必要はない。だから
彼女は凍りつかせたのだ。世界を、そして時すらも。人の歴史は、つながりは、量子サーバーの他にもあった。それは人類の記憶を保存するもう一つのサーバー、ケージ。こうして彼女は黒い鳥たちを送り込み、兄弟の対立を利用して道を広げ、ケージを落とした。ケージに囚われた人々、彼らもまさに対立や喪失によって苦しめられていた。だからそのつながりを断ち切ろうとした。それが彼女なりの救済の形。しかし彼女の攻撃により、図らずも彼らはより強く結びついてしまった。ならば時を止めて封印を行う。彼らの力の正体、それは旅を通して得た思いと真実だが、それでも君たちはここで止めるしかないみたいだ。フィオさん、レバニアさん、私たちに任せてください。必ず助ける。無事に帰ろう。
人とも大丈夫？危険を感じたらすぐに下がってくれ。その言葉そっくりそのまま返してやるよ。あんたはもう少し自分をいたわった方がいい。ありがとう。なんだか僕の知らないうちに大人になったみたいだね。うるさい、集中するぞ。私たちが倒れたとしてもまだ仲間がいます。彼女は世界を作り変えるんだ。誰も傷つかない世界に。たった一人きりで完全に至れるとでも思い上がっているのか。私も以前は自分の考え判断が一番正しいと思っていた。すれ違って傷ついて、それでも手を取り合うことにも意味があるの。ええ、みんなで乗り越えるためにも今はフィオたちを。ユディル、あなたたちに託すわ。お願い。さらば、今度こそ俺が守るんだ。もう誰も奪わせない。妻は必ず守る。あんたはどうだ？俺は俺の思い出をあいつに壊させはしない。ここにいる全員が同じ気持ちのはずだ。彼女は奪われたんだ。彼女は壊されたんだ。そんな苦しみ二度と。俺があいつを止める。その間にフィオたちに力を。やってやる。これは聖戦だね。使命を前に立ちはだかる者たちは斬るほかないんだ。殺し合いなんてそう高尚なもんじゃないよ。そうね、いつだって戦いに苦しめられてきた。
私たちは三人とも戦いの道具として作られた。でもこの旅で世界が美しいことを知ったわ。この程度、何でもない。どうしてかな？こんなに怖い場所にいるのに、私は頑張れる。あなたは怖くないの？王子様の命令で戦ってるんでしょ？私が王子に付き従うのは私自身の意志だ。意志？サイのそばにいたい。この気持ちが私を強くしている。そうよ。人は大切な人のそばにいることで新しい強さを手にすることがあるの。かりそめの強さ、そんなもの失った時に空っぽになるだけなのにね。あんたもこの気持ち昔は知っていたんでしょ？今助けるからな。私にもみんなと同じように大切な人が。でも私は守れなかった。私も守るべき人々を残して役割を手放してしまいました。必ず帰れると信じて疑っていなかったんだ。そうだよ、君たちはみんな失ったんだ。彼女と同じように。それなら。それでもどんなに暗い日々が続いても必ず光はあるはずだから。違う、暗闇は明けなかった。だから私が世界を。フィオさん、エヴァニアさん、私たちの思いをあなたたちに。正しいとかじゃないんだよ。
世界はね、変わらなくてもいいの。決まった真実なんてないんだよ。ありのままを受け入れて、それでも頑張って立ち向かうんだよ。うるさい。なら、これまで彼女は何のために。君たちの思いの力は分かった。ただその程度じゃ彼女を止めることなんかできない。もうやめようよ、こんなこと。どうしてだい？君は世界に憎まれて孤独に死んだはずだよね。怪物さんやみんなが教えてくれたの。寂しいからって諦めちゃダメなんだって。だからね、今度は私があなたに教えてあげたいの。じゃあ
彼女の前で見せてよ、君のその諦めない気持ちとやらをさ。無駄だよ。君たちの攻撃は通じない。
白。ここには何にもない。上を見ても下を見てもぐるーっと見回しても真っ白。まるで深い雪の中に一人ぼっちでいるみたい。きっとあの子が世界を真っ白にしちゃったんだ。あの子がそう願ったから、これから長い長い寂しい日が始まるんだね。ねえ怪物さん、どこにいるの？私は何にもない道を歩く。ねえ怪物さん、どこにいるの？歩いても歩いても誰もいない。怪物さんはどこにもいない。でもね、大丈夫だよ。今は寂しくてもいつか必ず会えるから。そう信じていれば一人ぼっちになることなんてないんだよ。だから待っててね怪物さん。ねえ怪物さん、会いたいな。ねえ私は。歩き続けてきっと長い長い時が過ぎた。私はもうわからない。どうして歩き続けているのだろう。でも行かなくちゃ。だって会いたいから。誰に？思い出せない。でもね、会いたいんだよ。絶対にまた会えるって信じてるんだよ。光が見えた。真っ白な世界に黒い光がポツンと。真っ黒な鎧のような体にへんてこな虫の羽。不思議な怪物が私の前に現れたんだ。どうしてかな。怖くなんかないのに。私はわけもわからず泣いてしまった。あなた誰？怪物さん。私がそう言うと怪物さんは小さくうつむいた。その姿はなんだか寂しそうで。それから怪物さんは私に手を伸ばしていった。俺はレバニアだ。でも怪物さんでいい。俺と一緒に旅をしよう。たくさん思い出を作ろう。私は怪物さんと並んで歩いた。この世界には何にもないけれど、私の隣には怪物さんがいる。それだけで私はどこまでも旅を続けることができた。怪物さんは何も知らない私にいろんな人たちの物語を教えてくれた。それは勇気のある旅人さんと頼りになるお付きの人、妹思いで頑張り屋さんの狩人さん、強くて綺麗で優しい剣士さん、山が大好きで不器用なおじさん、愛情たっぷりな奥さんと旦那さん、仲間思いな軍人のお兄さんたち、大切な人のために世界を旅したお姉さん、一緒に成長した魔法使いの女の子たち、生まれた意味を全うしようとした二人の人工知能さん、笑顔を分け合った盗賊さんと占い師さん、家族のためにいっぱい頑張ったお姉さんと弟さん、そんな
みんなのお話をたくさん。怪物さんは教えてくれた。そうだそうだ、私は思い出した。私はみんなが生きた記憶を守りたいんだってことを。悲しくても苦しくても寂しくても忘れたくないことがあるんだってことを。光、私の目の前に白い光がどこまでも広がっている。私はいても立ってもいられなくなった。そして私は走る。怪物さんの手を引いて光の向こうまで走って走ってたどり着いた場所、そこにはみんながいた。一緒に歩いてくれるみんなが。彼女の力が有効化されない。俺たちには守らなければならないものがあるからだ。そうだ、他の分岐に逃げればもう一度こいつらを。願いがあるの。私、この子のそばにいたい。一人ぼっちは寂しいと思うから、そばにいてくれる人がいたら寂しくなくなることも知ってるから。あなた一人だけならできる。でもいいの？怪物さんは。俺はここからお前を見ている。何かあったらいつでも呼ぶといい。だから今は。うん、本当にそれでいいの？
他の選択肢も考えてみましょう。だってこの世界にあなたと彼女だけで二人っきりかもしれないのよ。大丈夫。そうだよね、怪物さん。ああ、お前が決めたんだ。誰にも文句は言わせない。分かったわ。それじゃあお別れね。元気でな。うん、ありがとうママ。ありがとう怪物さん。ありがとう。
みんな、私が知らない間にたくさん成長したのね。それと、これはあなたたちに。ここまでママたちを、ケイジのみんなを見届けてくれて、本当に、本当にありがとうございました。